どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。さて、なんかね、話によると、最後の戦いっていうことなんで、多分次のダンジョンがラストになるんだろうなーという感じはしてます。が、わかんないんで進めていきたいと思います。あ、料理できんじゃん。記憶は他のものとは性質が全く異なる。たとえ、ここは極寒の地でも正しく保存しなければうんちらか。あ、これになるんだね。はい、残します。セーブね、一時してなかったんでね。よっしゃ、行くか。永遠の塔。また永遠の塔なんだね。ああ、成長してんね。時間かなり経ってますよっていう証か。入り口の木は。ギミックも残ったままか。イザベルが解放したまんまってことか。とっても高いね。ソロモンは本当にこの上にいると思う？誰かあれを呼んだか？これはこれほど経って長い年月をかけてついに来たのか、マザー。あなた、ソロモン。はははは。はなんと無情な。俺のことを忘れたのか。前回会ったのはいつだったかな。あ、やっぱ同じ同一人物なんだ、ソロモン。そうだ、あのバカ船長がお前を誘拐した時だ。あの船乗りは元気か？ああ、お前たちは時間磁場を解除したんだったな。あはははは。あいつ、もう仲間たちと灰になってるだろうな。ハム船長をそんな風に言わないでよ。船長はいい人だよ。いい人か。そうか。それなら俺は悪者か？大悪党か。この大悪党が祟りの中で人類に希望を与えた。この大悪党様がこの町を、未来を守った。でも偽物なんでしょ？この町も何もかも幻よ。お、船長がそう言ったのか。つまりお前は幻の言うことを信じるんだな。では聞くか。お前のこれまでの冒険は一体何だ？一緒に冒険してきた。そいつは誰だ？それは。やれやれ、教えてやるよ。俺も彼も誰もかも、みんな幻に過ぎない。波に浮かぶ葉っぱと同じ。次の瞬間、水の底に沈んでしまうものなんだ。だが、いつか、陸にたどり着くことができれば、根を出せる、根を張って大きくなれる。そのうちまた波に飲まれる日が来る。それで、たくさんの葉っぱが次の陸地を探しに行くんだ。だが、お前は違う。永遠の命を持つお前には、俺たち幻の生き様など理解できないだろうな。もういいだろう。もう一人はどこだ？もう一人？それってもう一人の私のこと？それならもういないよ。私が倒したの。あ、倒しただと？彼女を倒したのか？ははははは。彼女を倒せると、本気で思っているのか？マカメ。それなら私も倒してみろ。その力でな。さあ来い。がっかりさせるなよ。
はははは、マジか。相変わらずロボットだな、お前は。やばば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 、急に何？つらら。ほら出ろ出ろ、お前さっさ出ろ、ほらさあ強化されたフライパンの味をね。やばい、それはやばい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 。やっぱ強いのはショットガン。いけいけ、地味にこの電気がやばい。いていていて、いていて。よし。このつららはやばいね。やばいやばいやばい。はい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 。そうなるよね、ドーン。はい、意外とアンチ、意外とアンチじゃなかった。ほら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 、これでこれで終わり。強い。では本当にだから言ったでしょ、私が倒したの。嘘だ、やめろ、やめてくれ。どういうこと？ソロモンの鍵、知恵。私たち、彼を倒したのかな？どうでしょう。ジョン、やったよ。私たち、やったんだ。でも、ジョンの正体は本当わかんないよね。さて、鍵がさ、あ、これで全部だ。見つかったね。これがね、ソロモンの鍵の勇気。なんかこれ、ポッとクロックとよね。で、力。知恵。ちょっと待った。なんだろう。トライフォースかな？今思えばトライフォースだな。ただ鍵になっただけっていう。行こう。ジョン、ジョンは幻じゃないよね。ジョンはジョンだよね。料理上手なジョン、戦闘のプロのジョン、採掘名人のジョン、風船豚を集めるジョン、
研究員のジョン、映画スターのジョン。何をしていてもジョンはジョンだよね。そうだよ、ソロモンに騙されるところだった。行こう、アルバとイザベルが待ってるよ。まあね、誰が誰かは本人が決めることやからね。さあ行きますか。まがまがしいな。お、あ、ここに来るのが目的になってたんだ。へえ。永遠の塔の最上階って感じかな。あ、でも時が戻るから、カロンは迎えに来なかったって言ってたもんね。ここは嫌に寒いな。本当にこの上着はいらないか？な、大丈夫。もう体は回復したと思う。だが油断は禁物だぞ。手術は一大事だからな。うん、気をつけるよ。ねえ、ウィリアム。どうした、ダニエル。僕たち、ダム城に戻るの？まずはそうしたい。田山ばあちゃんを迎えに行きたいんだ。その後は？ポットクロック島に行くのはどうだい？いいの？本当にポットクロック島に帰りたいの？帰りたいというか、もう外に長く居すぎたんだよ。そろそろ戻ってもいい頃さ。やった、最高だ。それじゃあ僕もついに弟に会える。はあ、弟になるのか。いや、彼がお兄ちゃんになるのかな。ダニエル、ウィリアム、ここはカロンはどこ？アルバとイザベルは？さっきの聞いた？ねえ、聞こえた？聞こえたって何の話だい。ここには私たちしかいないよ。でも私には聞こえたよ。あれ、何かが向かってくる。悪くない感じ。うん、悪くないよ。静かに。ダニエル、うわー、ダニエルが。プログラムに問題が起きたに違いない。
すぐに直してやるからな。大丈夫だ。きっと直す方法がある。お前に手術を受けさせるべきじゃなかった。あんな小雪、本来なら簡単には跳ね返せたのに。そもそもこの町に来るべきじゃなかった。さあ、アイアンカーミー号に乗るんだ。ジョン。私はたくさんの過ちを犯し、それを後悔している。でも君にはまだチャンスがある。絶対にサンを連れ戻すんだ。このコインを持っていけ。これは私が初めての冒険で手に入れたものだ。そして誕生祝いとしてダニエルにあげた。それがサンの手に渡ったのも運命なのだろう。だから君の助けになる、そんな気がするんだ。ぼんやりしてる暇ないぞ、早く行け。ラッキーコインそんな重要なんだね。さあ最後の運をつかみに行くか。アロンは恐ろしい勢いでプラットフォームを離れた。だが今回ジョンはためらわなかった。彼はアイアンカービン号に飛び乗った。過去の困難も失った仲間も語りすらも彼の頭からは消えていた。今考えることはただ一つ、サンを連れ戻す。サンは連れ去られた。だから連れ戻す。急げ、もっと早く。第8章、マザー。永遠の終わりか。やりましょうか。結局覚醒したのか。お、いつものごとくぶっ刺したね。ああ、パンちゃんサスケ行こっか。カロンの中も普通に研究施設だもんね。これは？ああ、そういう風に動くのか。すごいね、手がうねうねしてたね。動かす。うわ、なんかちょっと気持ち悪っ。え、ちょっと、どういう、おー、レーザー。ちょっと待った。壊すんじゃない。壊すんじゃない。ちょっと待って、嫌な予感がする。また出てくる。いや、そんなことないよね。よかったー。うわ、なんかうねうねしてるのがいるよ、あそこ。あ、よかった。とりあえず運ぶ。
ああ、なるほど。まあ、そっち運ばなくてもっていう気はするけどね。まあまあまあ。すげえなー。でもこのカロンって誰が作ったんだろうね。やっぱマザーなのかな、作ったの。それともソロモンなのかな。うわ、つながった。でもうその前に上、あ、じゃあ上行けないのか。これで下の方行って、おお、ぐるーっと、でドーンで、はいはいはい、やめい、レーザーがやべえ。三発か。強いね。ソニックボーイ一回使っとこっか。ああ、でもフライパンレベル3になってからほんと強くなったね。使い勝手がいい。はいはい、まずしっかり設置して、あー、そうだね、結局あー、なるほど、そういうことか。はい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 。2回爆弾使うんだ。置いて、引っ張る。で、ドーンして。えい。全然アイテム出てこないんだよな。いやー、来た。雑魚戦。雑魚じゃねえ思ったより雑魚じゃない、見た目がもうやっぱ、いていていて、早い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 ってやばいやばい、いて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 、めっちゃ暴走するやん。やばいやばい、もうムクロだったもんね。あ、そっか、これサンちゃんで回復もできんのか。そうか、いやサンちゃんいるから楽な部分あったけど難易度上がったね。これちょっと右気になるけど、左どうだろう、進む方向次第かな。試して、これ予想が、そうだよね、ここに戻ってくるよね。あー進むね。ちょっとあのワープの方を優先しよっかな。いやー寂しいね、切ないね。なんかおほんって飛んでいくよね。しゃ、お宝。
でさ、クジラが赤と青なんだよね。これソロモンに合わせてやってんのかな。どうなんだろうね。なんか作ろうか。さくらんぼ。やっぱフルーツパイか。これな、戻さないといけないのが大変なんだよな。あ、未発見レシピ。どうせやったね、未発見をね。でもそうだな。謎多いっちゃ多いからね、このゲームね、やってて。主人公が喋らない分って感じだね。クラブアップルチャーハンと、南国。よし。セーブはただできないって感じか。頑張って進めないとね。本当遠距離銃って感じだね。まあまあなるべく無視して。ああ間に合うか。危ねえ。こういうのはね、沿っていった方がね、最後だけズルする。ないよね。よしよし。何も出ない。なるほど、ワープはなるべく入った方が得する感じか。お肉ボーイ。今は君だけが頼りだ。でもやっぱそうだろうな。このクジラはソロモンを意味してるんだろうな。あの色は、赤青は。でもなんかさ、ソロモンはさ、そのマザーが死んだことに対してすごい嘆いてたけど、まあそれで暴走してああなったわけだけどさ、なんだろうね、マザーとソロモンの関係は何だろう。マザーの方が上な感じだよね、イメージというか。なんかそんな感じなんだよな。痛い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 。まだ終わらんでしょ。やばいやばいやばい。おい。いてー。最後衝撃波が強すぎんだよな。よし。リモート爆弾強っ。いや、ソニックボーイのおかげでだいぶ楽だね。そういう意味では銃はガンガン、あれかな、弾薬のやつは使ってもいいかもな。意外と使わない。
あ、てかこれストア忘れるけどさ、ドットゲームだもんね。今更だけどさ、ピクセルアートなんだもんな。これよくよく考えてね。すげえな。普通に何も思わずやってたけど。おー、続くねー。あ、来た。これは何なんだ。ん？カロン記念館へようこそ。館内は武器の所持が禁じられています。また没収？尋常じゃない数の武器を持っていますね。これは何です？フライパン？フライパンなら持って行って構いませんよ。ゆっくりどうぞ。ああ、没収されちゃった。フライパン。はい、ということで、今回ここまでです。まあとりあえずカロンの中がすごいのは分かったけど、なんだろうね、技術の結晶みたいな感じになってるのかな、それともノアの箱舟的な感じだったのかな。もしかしたらね、植物やらなんやら技術とかが全部詰まってるからね、ちょっと気になるけど、まあまあまあ、ちょっとこのあたりはまた次回やって謎解きしていきたいなと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。